どうかしたんです？ため息なんてらしくないじゃないですか。あら、ごめんなさい。大丈夫よ、気にしないで。だけど、なんだか元気ない気がします。あら、やっぱり女は子供でも感が鋭いのね。何かあったのか？会いたい人がいるの。明美さんが会いたい人？なんだかその言葉もらしくないですね。一体どんな人なの？そうね、この秋葉原で2番目にいい女かしら。2番目？っていうか、明美さんが会いたがる女の人ってこと？それがどうかしたの？その人、秋葉にいるんですよね。だったら、俺たちが探してきますよ。あら、本当に？それは嬉しいわ。だけど、彼女気まぐれなのよ。秋葉原のどこにいるかもわからないわ。大丈夫、秋葉なら詳しいですから。その人の名前は？写真とかありますか？名前は秋穂。残念ながら写真は嫌いみたいなの。だけど長身でスーツを着てると思うわ。それだけで見つけられる？頑張ってみます。ヤマト、リッピョン、秋穂さんを探しに行こうぜ。お、立花のやつどうしたんだ？どうしたんでしょう。それじゃ、どこから探すかな。待てよ、橘。お前どうしてそんなにやる気なんだ？え？だって気にならないのか？明美さんが女に会いたがってるんだぞ。この裏にはきっと、明美さんの男時代が隠されてるに違いない。ふん、なるほどな。謎の情報屋の過去を覗けるってことか。乗ったぜ、この話。さっさと元カノを見つけちまおうぜ。いや、ヤマトさんまで。行くぞ、橘。星はスーツの女。名前は、アキホだ。おい、お前がアキホか？ヤマト、ちょっと待てって。いきなりごめんなさい。俺たち人を探してるんです。なんだ、そうなんですか？だったら私はアキホじゃないです。そうですか、ありがとうございました。ふん、違ったか。おいヤマト、人に話しかけるときはもっと慎重にな。分かってるよ。どうしたの？実は。ヤマト、よく見とけ。ふん、うるせえよ。ただいまです。どうだった？残念ながら、アキホさんじゃありませんでした。でもでも、ヒントを入手です。去年の秋葉原萌えプリンセスコンテストで準グランプリの方の名前がアキホさんらしいです。でかしたぞ、リッピョン。それで、そのアキホさんの行方は？ジャンク通りのどこかのお店で働いているとの噂です。よし、行ってみよう。どうしてアキホ？もしかして、アキホさんですか？萌えプリンセスコンテストで準グランプリの。ああ、
あの秋穂ですか。だったら千葉の実家に帰りましたよ。え、それじゃあ。うん、もう秋葉原にはいませんよ。残念です。それじゃあもう明美さんの過去はわからないのか。ねえ君たち、さっきから秋穂について聞き回ってないか。誰だ。これ以上秋穂を探るのはやめろ。いいか、わかったな。何なんだよあいつ。もしかして秋穂さんってヤバい人なのか。うわ、ドキドキしてきました。だけどこれ以上探しようはないぜ。ま、それもそうだな。それじゃあ一旦スミレのエデンに戻るか。セーブポイントって忘れずにしとけって。おい立花、今の男ってさっきのやつだよな。どうしてスミレのエデンに。ふん、言ってみようぜ。この話には絶対に裏があるはずだ。こっそりです。こっそり入ってみましょう。あら、久しぶりじゃない。もうずっと会いたいと思ってたの。会いたかったのは私もよ。だけどね、そうもいかない事情もあるの。そんな格好になっても言葉遣いは直ってないのね。今日だけよ。それとこのお店にいる間だけ。どういうことなんだ。わかんねえ。そこにいるのは誰。誰かいるの。朝日ちゃん、盗み聞きなんて趣味が悪いわよ。ごめんなさい。 あんたたちは。じゃなかった。何なんだね君たちは。もう遅えよ。今日くらいいいじゃないねえ、秋穂ちゃん。な、秋穂だと。そういうこと。だったら早く言ってくださいよ。あら失礼ね。これでも心は乙女のままなのよ。クソ、はめられた。だけど私は言ったはずよ。スーツを着た背の高い人だってね。確かに言ってました。絶対に秘密よ。秋穂だって私は実家に帰ったことにしてるんだから。会いたい女が元オカマだったなんて。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。見て、入り口よ。ちょっと待て、誰か倒れているぞ。団長さん。その声は諸君らか。おい、どうしたんだ。誰かにやられたのか。やつだ。私が突入しようとした時、やつを現れた。ピンクマントの男が、カノンが音もなく現れたんだ。カノンが。私としたことが背後から不意打ちを受け。カノンは、カノンはどこへ行ったの。心配には及ばない。直に駆けつける。我が自警団員らが捕らえてくれるだろう。
諸君なの。奴には気をつけ。おい、大丈夫か？伸びてるな。カノン追いかけましょう。でも団長さんを放っておくわけには。もうじき他の団員が駆けつけるみたいだから大丈夫よ。それにこの状況、疑われるのは私たちでしょうね。でもリュウちゃん。ウルトラ団員のあかりちゃん、ただいま到着っと。あかり、ちょうどよかった。あれれ、ごめん、ちょっと団長のこと頼む。了解だよ団長。朝だよ、起きて。行きましょう。ごめんなさい。次会った時には絶対に絆創膏をあげますからね。妄想球に入るっち。オイラはセーブするっち。なんだここは。お化け屋敷みたいっち。おい、マジでここを進むのか。当たり前じゃない。もしかしてヤマト、怖いのか。怖くねえし。じゃ、戦闘よろしく。はあ？もう、遊んでないの。カノンがいるかもしれないのよ。さ、気を引き締めていきましょう。
き破るっち。おいらの前を歩けっち。